公明党の中川博正でございますこの度の地震災害により多くの尊い命が失われましたお亡くなりになられた方に心からお悔やみを申し上げますとともに負傷された方被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます私は比例区北陸新越ブロック選出公明党災害対策本部の本部長代理として発災の翌日から延べ10日にわたり 石川富山新潟と被害調査を行ってまいりました現地に訪れ一番今大事なことは被災された皆様の尊い命を守る災害関連死を絶対に出さない被災された皆様に生きる希望を持っていただくこのことだと痛感をしております現在二次避難に注力をいただいておりますが多くの被災者は 避難難所での厳しいいい生活を強いられてておおりり困難極ままる状況が続いております全国から救援物資も被災地近くまでは来ておりますが、いまだ避難所には求める物資が足りていない現状があります。先週の時点でも、ある避難所では、炊き出しが一度も提供できていないという状況、下着や衣類が足りていない避難所もあり、この状況に全省庁が知恵を出し、 今すぐ改善すべきですそれには支援物資調達のオペレーションが必要であり被災自治体で対応だけでは限界があります現在避難所は四0 0以上ありますけれども政府が責任を持ってすべての避難所で権限を持った責任者を配置し必要な物資等についてすぐさま要請できるそのように体制を強化すべきです 岸田総理にお伺いをいをたします内閣総理大臣、岸田文雄君あの避難所の支援物資については、あの発災直後から、まあ、プッシュ型支援によって、まあ、被災地に届けているところですが、まずあの避難所については、この被災自治体の職員や地域住民の代表者等が中心になって、運営を行うということになっておりますが、<laughs> 政府としても震災,後震災後、直ちに災害対策マネジメントの知見を有する自治体職員の応援派遣を私から指示をしたほか、全国の自治体の協力のもと避難所運営等のための職員、この応援派遣をしたところです。こののほか国かか国らも被災自治体のニーズににきめ細かきめ細かく対応するために 県の現地対策本部のほか、被災市町に対しても、副市長級を含む職員の応急派遣を行ったところであります。各省庁幹部クラスを ずらっと並べるということで、現地にミニ霞が関を作るんだという意向で、体制を整備した、こういったところであります。これらをしっかりと活用することによって、必要な物資を速やかに把握し、そしてお届けするための体制、これを今、構築しています。そして避難所のニーズも多様化していますし、刻々と変化もしています。まあ、こういったた状況ににも機動的に対応するため この NPO とも連携をしながら、きめ細かな支援を行わなければならない、こういった意識で今、体制をより充実させ、動かしている、こういった状況にあります中川博正君、はいえー。国ではあの一生懸命 物資を調達していただいているこのことはよく分かっておりますしかしどこかで目詰まりが起きているこういう現状であると思いますのでまあ、そこをしっかりと支えていくのが国の責任だと思いますのでさらなる体制強化を望みたいと思いますよろしくお願いいたします発災翌日に訪ねた避難所で懸命に避難所生活をしているおばあちゃんが大変な状況だがみんなで協力をして乗り越え,といた,乗り越えたい と大変な被害を受けられている中でも、前を向いてお話をされていたことが忘れられません。今、総理が復旧・復興のスケジュールについて、何月何日までにこうやりますという強力なメッセージを示すことが非常に大事だと思っております。そそれれが被災ささた皆さんによしししここをを目指てて頑張っていこうといううと力を生み出し 復旧復興へ進むことができると思います。ぜひ、被災者の方々が安心と希望を持っていただけるよう、決意を示していただきたいと思います。まず一つ、被災された方が支援を受けるには、行政での手続き、その最初が、り災証明です。被災自治体では、さまざまな対応に追われており、膨大な数のり災証明手続きへの対応には限界があります。マンパワーの増強、 また、地域エリア一体の取り組みなど、思い切った抜本的な簡略化を、多くの被災者、自治体が強く望んでおります。政府としての対応を求めます。もう一つは、政府は支援パッケージを今週中にまとめ、インフラ、ライフラインの復旧、仮設住宅の確保、地域の伝統産業を含めた中小企業、農林水産業、 観光業等について盛り込まれると思います。被災者の皆様に対し、何月何日までにこうやりますという。強力かつ明確なメッセージを発信していただきたいと思いますが、総理にお伺いをいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、あの、まあ、現在、えー、被災地においては大変厳しい避難生活を。 余,儀余儀なくされれておられ、まあ、先が見えないという不安にしっかり応えていくためにも生活やなり合いの再建に迅速に取り組んでいくこれが重要であると考えていますそしてご指摘のり災証明についてはこの被害者の負担軽減のために行政書士が 無料で相談に応じているほか、航空写真の活用、地域一括で全開判定を行うなど、被害認定調査の簡素化、これに取り組んでいきます、そして国や自治体から職員を派遣し、り災証明書が迅速に交付されるよう、支援を行ってまいります、そしてもう一つご指摘の支援パッケージの方ですが、 明日にも取りまとめたいと考えておりますが、その中にこの見通しにつきまして、お示しできるものについては、この施策の実行段階を含めて可、可能な限り見通し、これを示してまいります。そううしたた形で被災地被災災地の被災者の者方々が未来にに希望を持ってもらうためにもらめ そして今、二次避難、命やこの健康を守るために二次避難をお勧めしているわけですが、この安心してまた戻ってくれると来れるという安心を持って避難していただけるためにも、こういった見通し、しっかり示すよう努力をしたいと考えております中川博正君、はい。次の質問に移ります。 今回の地震では北陸信越の広いエリアで液状化が起こり私も各地で液状化による甚大な被害を確認してまいりました熊本地震では熊本市内で液状化被害が約2900個発生し個人の住宅の復旧後面的には再度災害による被害拡大を防ぐために液状化対策事業が行われております液状化対策がしっかり行われれば その地域に住み続けようとする方たちの希望と安心が生まれます熊本地震や北海道胆振東部地震では財政支援がありましたがこの度の災害においても確実な対応をぜひお願いしたいと思います国土交通大臣にお伺いします委員長。国土交通大臣斉藤哲夫君あの今回の地震では広い範囲で液状化による甚大な託 あの宅地被害があの生じております、えー、国土交通省におきましては、液状化の被害状況について、テックフォースによる現地調査を行うとともに、被災した地方公共団体へ職員を派遣し、今後の対応に向けた検討を進めているところでございます。平成28年、熊本地震、それから平成30年、北海道胆振東部地震では、まあ、液状化による宅地被害が発生した地域におきまして、 地方公共団体が実施する、まあ、液状化による被害が再び生じないようにするための、公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策、サイド被害の防止と今おっしゃいました。そのお事業に対しまして、防災安全交付金による支援を、これはかなりしっかりとした支援でございましたこれを行ってまいりました。まあ、今回の地震においても、被災した方々が安全に安心して住み続けられるよう、熊本地震や 北海道胆振東部地震における取り組みも踏まえ、液状化対策への支援。また、この財政支援、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。委員長。中川博明君。はい。どうかスピード感を出し、出し、安心感を与える対策をお願いしたいと思います。被災自治体の首長、被災者からお,お聞きした一番の願いは。先ほども西田委員からもありましたように、断水を一刻も早く解消してもらいたい。 下水道を使えるよううにしてもらいたいといたととこであります水は生活のすべての源、水がなければ家に帰れない、生活ができない、町全体の復旧が進みません。21日には各市町の水道復旧の見通しが発表され、早くて2月終わりから、場所によっては4月になるとのことでございますが、被災自治体の体力では復旧に向けてのスピード感が上がりません。発災直後から 上下水道支援調整隊本部を設置し、懸命に復旧作業にあたっていただいておりますが、上下水道を一体的に復旧していかないと、次のステップには向かっていきません。国として財政面やマンパワーへの支援をさらに強化し、一日でも早く上下水道の復旧を積極的に進めていただきたいと、強く要望いたしますが、いかがでございますでしょうか。委員長 国土交通大臣斉藤哲夫君、はい、あの各地の各自治体の首長さんからも、上下水道一体となった復旧、復興、一刻も早くやってほしいという要望を、あの国土交通省、寄せていただいておりますあの。今回の災害対応に当たりましては、従来の自治体の相互支援の枠組みに加え、国土交通省、厚生労働省からも職員を現地に派遣し、石川県、市町日本下水道事業団、 日本水道協会とも連携し、関係者一丸となって上下水道一体の復旧に取り組んでいるところでございます。今後、全国の自治体からの応援技術者の増員や、工事業者の増員に向けた事業者団体への協力依頼と現地の支援体制の強化をさらに進めるなど、技術的支援や財政面の支援をしっかりと行ってまいります。被災地に寄り添い 国のリーダーシップの下で上下水道一体となった復興をやる全力を挙げてまいります委員長中川博正君ありがとうございました一番早い復旧でも1ヶ月後でありますこの間どうしていくかということも非常に大事なことでありましてこれは各省庁それぞれでやるってうことではなくて政府全体の問題だということでぜひ取り組んでいただき一刻も早い対応をぜひともお願いしたいと思いますよろしくお願いいたします 最後の質問になりますけれども、被災者から行政からの情報が少ないという厳しいお話をいただきました。被災者からすると、自分にとって大事な情報は何なのか分かりづらいという点と、高齢者の方々が大変多く、ネット等の情報にも触れられません。被災現場では、パンフレットや貼り紙等で情報提供がなされておりましたが、高齢者などの災害弱者の方や、 自宅避難,避難者の方にはそれだけでは足りないのが現状であります具体的な情報行政情報のアウトリーチまた広報の仕方についてさらに踏み込んだ対応を国としても実行していただきたいと思いますがご見解をお伺いいたします国務大臣松村義文君お答え申し上げます 被災者の方々に細かな情報をお伝えすることはご指摘のとおり、私ども重要であると考えております。まあ、これまでもインターネットやパンフレット等でお知らせをしてまいりましたが、併せて、被災者の方々のご地元の新聞広告も活用しながらお伝えをしてきたところでございます。具体的には、石川、富山、新潟、福井の地元新聞におきまして、震災に便乗した犯罪抑止のための、 警察の相談専用ダイヤルの紹介であるとか、まあ、たくさんございます、えー、次には、生活再建の資金に関する支援策等を紹介する政府広報を今月中に、えー、行う方向で調整をしております。えー、さらに細かかな対応をしっかりとやってまいりたいと思っております委員長中川博正君、はい。時間がまいりましたので、終了いたしますが、えー、被災者の皆様は先が見えず、大きな不安を抱えております。 希望を届ける対応ぜひお願いしたいと申し上げ終わりにしますありがとうございましたこれにて中川君の質疑は終了いたしました